いつもご視聴ありがとうございます。今年もね12月に入りまして、ね、あと3週間4週間しか残っておりませんけれども、まあ適当に、ね、簡単にいつも通りあの動画の方を流していきます。今年はね、まあ、今年というかね、去年からそうなんだけど、景気の方が上がってきたとね、まあ数字の上では言われております。だけど数字の上ではね、確かに目に見えて、景気的には上がっているんですけども、実際の暮らしはね何にも変わらずに、もしくはね、見た目的にはというか相対的には下がってるんじゃないかなというふうな気がします。もちろん東京を中心に景気は大手は確かにね上がってると思います。給料の方もね上がってるらしいんですよ。私はね大手の企業に勤めているわけではないので、その辺はよく分かりませんけれども、ニュースとかで流れてくるその情報では、大手企業、まあ、その他ね、まあ、大体給料上がってるらしいんですよ。だけど地方に行って、あとはその中小企業の方になってくると、給料というのはね実は変わってないんですよね。多少ボーナス的なものがね上がっている可能性はありますけども、でも全体的に見ると毎月の給料というのは変わってないそうです。で、今ここで何が言いたいかというと、景気は確かに上がっているけれども相対的に下がっているの、全体的にね相対的に下がっているのが現状なんですよ。で、当時からね、数年前から比べて物価がどうだっていうと、物価も数パーセントレベルで上がっているはずなんですよ。だから景気がね良くなったといっても、まあ、相対的になんだけど、景気が悪くなっていると言っても、まあ、いいんじゃないかなっていうところなんですよね。よく考えてみればわかると思うんですよ。地方の人は特にね、給料上がってないと思います。で、給料上がってない、そして仕事の量実は若干増えているんじゃないかなっていう気がします。普段の仕事量からするとね、微々たるものなんですけど、若干増えてるかなって思うってことは、会社の方の利益はね間違いなく上がっているはずなんですよ。だけどその会社の利益から給料に還元されるっていうところまでまだ来てないんですよね。まあ、大手企業は給料上がったっていうね報道なされても、まあ、それは確か数千円程度、まあ、全体から見ればね数パーセントになるんですよね。だからそこで給料が上がったっていうね報道を鵜呑みにしてしまうと、ね、景気が良くなったっていう鵜呑みにしてしまうと、でも相対的に見た時には実は給料ね上がってなくて、そして景気もね実は良くはなってないっていう風に、ね、なってしまうんですね。で、今なんでそういうことを言うかというとね、景気はどん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 良くなっていくっていう風にね報道はされていますけども、世界の景気を見ていくと、これ下降の一途をねたどるこうグラフになっていくんですよ。相場でね株なんかをやってる人が見ればね一目でわかると思うんですよ。景気ってのはやっぱりね、まあ、生き物と言うんですけども、こうある程度の規則正しいわけではないんですけども、まあ、アルゴリズム的なものでね形作られておりますので、その景気の良さを数値にしてグラフにするともうすぐ分かるというね、そういうことになりますので、それを見ていくと景気はね下がる一歩直前まで来てる。で、今年まだ2018年12月ですけども、来年の10月にはまた消費税がね上がるということはほぼ決定しておりますので、そこで景気がね、日本の景気がさらに悪くなるというのはもう目に見えておりますので、今政府の方でねポイント還元とか言ってなんか 2% だかなんとかで
クレジットカードを使うと、まあ、還元されて実質今と変わらないようなこと言ってますしね。ものによってはなんか 5% 還元とかっていうことも言われていますけども、まあ、それもね暫定的なので、もうそれが終わったらやはり消費税は 10% のままと、まあ、結局はあの景気回復にはそれねつながらないし、景気をこうその場に留めておくということもまあ無理なんじゃないかなと。そうなるとまあ景気は下がる一方なんですよね。だからそうなってくると、じゃああの景気が上がってきたって言われているねその状態、まあ、それはね嘘になってくるんですよね。まあ、嘘じゃないかもしれないけど、まあでも相対的に見たら景気は下がってるわけなんだから、全体的にね。まあ、一部はだからさっきも言ったように景気は上がってるんですよ、一部はね。でも相対的に見ると、全体的に見ると下がってるという実感があるわけなんでね、まあ、数字の上では確かに景気は良くなっている。でも実際の景気とそれ生活レベルをねずっと見た時に相対的に下がっているということなんですよ。で今頃ねそういったことをねかこう言ってもまあしょうがないんですけども、まあ、そればかりはね前から分かっていたことなんです。消費税がね上がると言っていてずっと上がらなかった、それはね景気が悪くなるのを嫌ってずっと先延ばしにしてたんだけど、さすがに今回でもう3回目かな、景気じゃないや消費税のね上げるやつはずっと先延ばしにしてて、今回3回目かなんかでまあさすがにねやらざるを得ないんでしょうね。多分今年、来年の10月に一旦景気は落とすかもしれないけど、オリンピックで回復するだろうというね、まあ、簡単な目論みがあるんじゃないかなと、まあ、そこまでね、まあ、そこまでしか考えられないんで、まあ、来年の消費税上がると思うんですけども、まあ、でも結局のところね、相対的に見ないと景気は上がってるか下がってるかなんてのを判断できないんですけども、まあ、今のところは下がってると。ここまでね悪くなったのは、まあ、誰が悪いっていうのは景気が悪いんだよ。で景気を良くするにはどうするかということを考えると、今度やっぱり大きな工事、そんな起点になるわけなんだけど、あの大手企業、まあ、建築関係もそうなんだけど、大手企業っていうのが動かなければ下請けは動かない、要は中小企業は動かないで、中小企業が動かなければもちろんねみんなに還元されるってことはないんだけど、あの大手企業ね、不動産が動けば、まあ、全てがねうまく回り始めるんですけど、それにはね、少しの工事だけではね、一部の工事だけではなく全体的に、要は全国的に不動産が動かなければ景気の波はねこうドワッと寄ってこないわけなんですよ。一部がね、波立たせても、まあ、その場でバシャバシャやってるだけで、景気なんていうのはね全体的には良くならないと。だから不動産がね動けば今度、ね、そこに人が入る、人が入れば要は家に関わるものがねこう消費される、ね、家具なんかもそうですよね、新しく買い替えるとかね、そういった循環がこうどんどんされていくんですよ。で人が移動すればその分のね、人件費もかかるし、要するに使わなきゃいけないお金っていうのが出てくるので、それがね、世の中に循環していくと景気は良くなる。だけどそれをしないでただ単に数字だけでね景気が良くなったって言っても、それは実質の景気の良くなった、ね、状態ではないということですね。そんなわけでね、今この現状は景気は実際には悪くなっているけれども、数字の上では確かに良くはなっている。だけども今後ね消費税が上がっていくと景気は間違いなく下がるし、でオリンピックでね景気を良くしようという目論みはあったとしても、オリンピックだけでね景気が良くなるわけじゃない。で大阪の方でもね万博というね大きなイベントが控えていますけども、まあ、それだってさらに何年後かだから、
景気を良くするためのね、起爆剤にはならないんじゃないかなと。一部的には確かに景気は良くなるかもしれないけど、まあ、全体的に相対的に見ても良くはならないんじゃないかなということです。まあ景気が良くなるためにはやはり不動産が動いて、まあ、その周りがね動き始めないと良くならないんじゃないかなということですね。まああとは趣味の方にね、お金が動けばさらにそこからいろいろとね、良くなっていくんじゃないかなということでした。はい、最後までご視聴ありがとうございます。この動画はね、いつもと違って適当に喋っている動画なんですけども、内容はちゃんと考えて話しておりますので、まあ、よかったらともよくグッドボタン、そしてチャンネル登録の方をお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。おしまい。